はい、みなさんこんにちは。トーバルチャンネルのナベです。ターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、ベーサルシュートの仕立て方といったことでね、系統別に見ていきながら、ベーサルシュートがね、どのように仕立てていくかといったことをね、見ていきたいかなというふうに思います。今ですね、こちら見えますのはロサオリエンティスのオデュスイアなんですけども、ベーサルシュートがですね、出てます。こちらはですね、まだまだちっちゃいベーサルシュートで、これから伸びてくる感じなんですけども、その後ろにね、見えますこちらの赤い枝ですね。こちらベーサルシュートになるんですけども、株元からね、スーッと伸びてですね、今ね、40センチぐらいのね、長さになってます。ベーサルシュートというのはね、この株元から伸びてくる枝、シュートですね。をベーサルシュートといったね、言い方をします。株元よりもね、上から出ている枝、シュートのことをですね、サイドシュートと言います。で、今回はですね、こちら株元から出ているベーサルシュートの、仕立て方といったことでね、見ていきたいと思うんですけども、このですね、4月ぐらいになってくると、このようにね、株元から元気なね、枝が出てくる、そういったね、株もあります。こういったベーサルシュートはですね、若々しく枝にね、勢いがあって、どんどん伸びると、今後ね、主軸となる大切な枝でお花をですね、たくさんつけるといったことでね、非常に素晴らしい枝なんですね。で、このベーサルシュートなんですけども、系統別にですね、仕立て方があるのでね、それぞれ見ていきたいかなというふうに思います。それではね、ダンさんよろしくお願いします。はい、それではね、こちらのオデュスイアのベーサルシュートからですね、見ていきたいと思うんですけども、こちらのオデュスイアはシュラブローズですね。シュラブローズでも、ブッシュ寄りのタイプもあれば、このようにね、こちらのオデュスイアに関しては、アーチにですね、仕立てて咲かせているんですけども、このようにね、誘引して咲かせるタイプといったことでね、2種類あると思います。シュラブローズのですね、このように誘引して咲かせるタイプのベーサルシュートからね、見ていきたいと思うんですけども、要はですね、シュラブローズの誘引タイプっていうのは、枝をね、伸ばして誘引して咲かせるといったことなので、こういったですね、ベーサルシュートも当然ね、枝を伸ばしていかないといけません。今ですね、50センチくらいなんですけども、この枝をですね、誘引しようとしてもね、まだまだ全然短いですよね。なので、これからですね、このベーサルシュートに関しては、もっともっと枝をね、伸ばしていかないといけません。そのためにはですね、このベーサルシュート、上にね、向けて枝をですね、どんどん伸ばしていきます。植物にはですね、腸が優勢といってね、この頂点に向かってどんどん栄養をね、送るんですね。なので、このようにですね、枝を立てておくと、どんどんね、枝が伸びていくといったことで、シュラブローズの誘引タイプのですね、ベーサルシュートっていうのは、枝を立ててね、置くと、どんどん枝が伸びていくといった感じになります。で、枝がね、伸びたら、今年の冬ですね、今年の冬に、このベーサルシュートを誘引して、来年の春にお花を咲かせるといった感じになりますね。で、こちらのですね、オデュセイヤはね、四季咲きなので、当然このベーサルシュートにもですね、つぼみをつけるんですね。触ってもらうとね、つぼみがあるかないかわかるんですけども、まだね、つぼみがありそうではないので、もう少しね、ベーサルシュートの方が伸びて、つぼみをつけると思うんですけども、なんせこのベーサルシュートっていうのはね、枝を伸ばしていかないといけないので、つぼみをつけたらですね、ソフトピンチでお花を咲かせない。ソフトピンチした、脇芽からですね、また枝の方がね、ツーッと伸びてきて、どん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 ベーサルシュートの方ね、伸ばしていくといった感じになります。ベーサルシュートはね、冒頭でも、言いましたように、非常に勢いがあるといったことで、こちらのベーサルシュートの方にね、オデュセイヤもどんどん栄養をね、送ってしまうんですね。ましてやですね、つぼみがついてしまうと、そちらのベーサルシュートのね、つぼみ咲かせるために栄養をですね、優先にこちらに送ってしまうんですね。今こちらのオデュセイヤね、他の枝にもですね、
まあ、たくさんつぼみがついていてですね、まあ、もう少しで開花といった感じになっているんですけども、まあ、ベーサルシュートにねつぼみがついてしまうとそちらにですね、まあ、優先で栄養が送られてしまうといったことなので、ベーサルシュートにねつぼみがついた場合はソフトピンチしてお花を咲かせずにどんどん枝をね伸ばしていくといった感じになります。で、あとですね、今もう50センチぐらい伸びていてね、まあ、このようにですね少しグラグラしてますよね。しかもですねベーサルシュートみずみずしくてね非常に折れやすいんですね。まあ、どこから折れると言いますとね、この株元からね元からポキンと折れてしまうので、もうこれぐらいね伸びているベーサルシュートに関しては必ずね縛ってですね折れないようにした方がいいですね。これからね主軸となっていく大切な枝といったことなので、でちょうどですねこちらにアーチがありますよね。アーチの方にこんな感じでね麻紐で、まあ、軽くでいいのでね留めつけてあげると、こちらのベーサルシュート折れないかなというふうに思います。シュラブローズのね誘引タイプのベーサルシュートに関しては枝をねどんどん伸ばすために枝を立てて、まあ、構造物にね留めつけていきながら、まあ、四季咲きであればね当然つぼみをつけるのでソフトピンチしてどんどん枝を伸ばして、今年の冬に誘引して来年の春にお花を咲かせるといったね感じになります。それではね次の系統も見ていきたいと思います。はい、こちら川本バラ園のねマリーヌになるんですけども、こちらもですねベーサルシュートがね出ています。少し見にくいかもしれませんけどね、こちらの枝がベーサルシュートですね。株元からですねスーッと伸びているんですけども、まあ、こちらのねベーサルシュートを見てもらうと、ツーッとね伸びてきて、まあ、このようにですねもうつぼみをねつけています。まあ、このままにしておくと、まあ、こちらのベーサルシュートでお花が咲くといった感じになります。先ほどのねオデュセイアでも言いましたけども、まあ、ベーサルシュートでですねお花咲かせてしまうとね、まあ、他のつぼみ、まあ、他の枝にですね栄養がねあまり送られないといったね感じになるので、ベーサルシュートでねつぼみがついてしまった場合っていうのは、まあ、必ずねソフトピンチします。まあ、今ねこちらのマリーヌ見てもらうと、まあ、全ての枝にねこのようにつぼみがついていて、まあ、あとはね開花待ちといった感じになってるんですけども、まあ、こちらのベーサルシュート、まあ、このようにねつぼみがついているのでソフトピンチしないといけません。こちらのマリーヌはですね、まあ、ブッシュローズですね、まあ、木立のバラといったことでね、まあ、自立して咲いてくれるタイプですね。ブッシュローズというのはね、まあ、ハイブリッドティーローズでしたり、あとフロリバンダですね、あとはですね、まあ、シュラブローズの、まあ、木立のタイプ、まあ、ブッシュ寄りのタイプはですね、まあ、今からね行う、まあ、このようなベーサルシュートの仕立て方といったね感じになります。今ですねこちらのマリーヌはねつぼみがついてますよね。なんでこのつぼみをですねソフトピンチしないといけないんですけども、まあ、どの位置でねソフトピンチするかですけど、こちらのベーサルシュート見てもらうと他の枝よりもね全然低いですね。まあ、樹高でいうと3分の1ぐらいのね、まあ、高さでつぼみをつけているんですけども、まあ、当然ねつぼみがあるのでソフトピンチします。まあ、ソフトピンチする位置ですけどもね、まあ、ここにもつぼみがついてますよね。で、まあ、この位置か、まあ、こちらのねもう一つ下ですね、まあ、この付け根でね、まあ、弱剪定ソフトピンチします。まあ、特にですね、まあ、どこでね、まあ、ソフトピンチする、まあ、決まりはねないので、まあ、私の場合はですねこのようにねベーサルシュート伸びてきたら、まあ、約3分の1上をねソフトピンチするイメージにねしています。で、葉っぱのね伸びている方向に次の枝っていうのは伸びますね。で、こちらの葉っぱはね内側についているので内芽になります。こちらの葉っぱは外にねついてますので外芽になるので、まあ、基本ね外芽の上でソフトピンチしてあげるといいですね。指でつまんでもらって上にねピーンと引っ張る感じで、まあ、このようにね、まあ、つぼみもったいないですけどもソフトピンチしました。そうすることによってねこちらの付け根からね当然また枝の方がねツーッと伸びていきます。で、ベーサルシュートはですね、まあ、勢いがあるのでね、まあ、このようにソフトピンチすることでこの下ですね、まあ、今内芽と言ってましたけども、この内芽のこの部分からも枝が伸びてくる可能性もありますし、もっと下ですね、こちらですね、こちらも外芽になりますけども、あ、ちょっとね赤い点がありますね。こちらの枝もですね伸びてくる可能性があります。
まあ、ソフトピンチすることでね、このベーサルシュートが分岐して、まあ、当然ね、ここは伸びてきますけども、ここ、ここ、まあ、運が良ければね、こちらも伸びてきて、このベーサルシュートはね、分岐することになります。まあ、分岐して枝が増えるってことは、当然ね、ここでもお花が咲きますし、こちらの枝が伸びてくればね、こちらでもお花が咲く。でこちらのね、枝も伸びてくれば、こちらでもね、お花が咲くといったことで、まあ、ソフトピンチしたことによって、お花がですね、まあ、たくさん咲くと。まあ、枝数イコール花数なのでね、当然枝が増えればお花の数も増えるといったことで、まあ、こういったね、ブッシュローズのベーサルシュートっていうのはですね、まあ、つぼみがついていれば、まあ、その下で、まあ、3分の1ぐらいね、の長さでソフトピンチしてあげると。で今回はですね、つぼみがついていたんですけどもね、まあ、つぼみがつく前にソフトピンチしてもいいですね。まあ、当然、四季咲きであればベーサルシュートね、つぼみをつけるので、つぼみをつける前にソフトピンチしてあげて枝を分岐させる。まあ、そのようなね、仕立て方になります。はい、今日はですね、ベーサルシュートの仕立て方といったことでね、まあ、つるバラだったりね、まあ、シュラブローズの誘引タイプ、まあ、あとね、こういったブッシュローズのベーサルシュートね、仕立て方を見ていきました。まあ、ベーサルシュートのね、仕立て方っていうのは、まあ、基本ね、皆さんね、同じ感じで行っていると思います。またですね、何かわからないことがあればね、コメントで聞いてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。